福祉の森に来ました。来ました。ジャンボに騙されました。騙されてないでしょ。何この字。登山道。私、ミルスペックアイズ始めるときの条件が山登りはしないだったんだけど。え、うちアウトドアチャンネルなんで。楽ちん楽ちん。でも、あの8号目まで行ったらいいよね。いや、てっぺんまで行きます。もう疲れたんだけど。それ多分50分の1ぐらいですよ、それで。あ、景色がいい。やっほー。いや、全然全然。全然、もう、床やん。床。行きましょう。やった。怖い。待って、あかんのちゃん、ちょっとね、大変なことがありました。あかんのちゃん、凍結のため遊歩道通行止め。来たかったけど残念。あかんねや。残念の顔。でもね、樹氷が本当に綺麗だから本当は撮りに行きたかったんだけどね。そうだね。寒いっすね。めっちゃ寒い。めっちゃ寒いんで、うん、あとトイレも行きたいんで、通りすがりにすごいなおしゃれなとこあったからちょっと入ってみた。そう、入ってみます。ルミエール。あ、入ろう入ろう。名前がおしゃれ。ルミエール。分かった、入ろう。つららがおしゃれ。ルミエール。あ、いいからびっくりした。やってないんかと思う。タータンステーキハンブルグ風にするんですか。でもこのなんかビーフストロガノフも美味しそう。そうなの。これにハンバーグ乗せたいわ。あるでしょ。2人ともタータンステーキハンブルグ風にするんやったら俺はタータンステーキハンブルグ。タータンステーキハンブルグ風で、はい、あとコンビソース1つ、はい。え、それも頼む。そういうこと。両方。チャモさんはどうなさいますか。エビフライ。私はエビフライ。エビフライ。大好物の。あの昆虫食ちょっともう怖い。早く決めてください。じゃあタータンステーキハンブルグ風。ベーコン。手作りベーコンになります。まあすごいテンション上がる。あ、美味しそう。何それ。あ、ここで後出しの手作りベーコンチーズがダメなんですか。大丈夫です。あ、じゃあベーコンチーズがいい。やばじゃあ僕もベーコンチーズ。あー、ベーコンチーズ、はい。え、ずるくない。やった。コンビソースそうよ、あなたが一番ずるくないよ。じゃあ私もつけてください。やりよった。フルコースや。パン熱いのでお気をつけください。あー、うまそう。いただきます。想像よりマジでうまい。本当。うん。肉汁がめっちゃうまみあって、うん、出てくるぐわって。本当。うまみが。例の手作りの、うん、ベーコン。ベーコン。違う。すごい。表面サクサクパリパリ。うん、そしてしょっぱすぎない。中身がめちゃくちゃうまい。へえ。そして。もう一個こちらのベーコン。何やったっけこれ。カレーとビーフストロガノフ。ビーフストロガノフ。そっちがビーフストロガノフ。うん、ちょっとこれ食べてみよう。うまい。優しい。優しい。そしてカレーかな。
パイティー、そういうなんか普通のとは違う感じ、インド風じゃなくて、うん、イギリス風、欧風カレーっていうやつ。欧風カレーです。なるほどね。美味しいです。ホテルとかで出てくるやつ、ね、うん、いいな。ちょっと食べていきましょう。食べていきましょう、うん。おはようございます。おはようございます。ただいまですね、最高癒しの里念場、念場に来ております。はい。本当はね、ここ中を探検したかったわけですよ。そう。ここどういう場所かっていうと、うん、昔あった村が廃村になって、うん、はい、だけど文化的にまあ重要なんで、うん、あのそれを見るためにというか残すために復活させた場所なんですよね、はい、うん、そう。だから実際に住んでるわけじゃなさそうだよね。わけではない、うん、ただ当時の生活とか、まあ、文化っていうのをアトラクションにしてる場所です、うん、で入園料が500円ぐらい、そう、村の保存のための500円を、はい、支払って、入るっていう形で、はい、我々それを払っていこうと思っていたんですが、はい、ご覧の通り雪もう最悪なんですよ、うん、実はね近くまで前日の夜のうちに来てね、そう、車中泊で朝一で行こうと思ったんですけど、うん、はい、朝起きたらこの有様で、そう、ね、危ないかもしれないですよ。この後ひょ凍結したら、うん、高速がね万一封鎖されちゃったら、うん、凍結した峠を越えて東京に帰らないといけないんで、はい、それは危険すぎるっていうのでちょっと時間がないので、うんうん、残念ながら今日中入れません、はい、今ちょっと急いで雪が積もる前に帰ろうと思って、うん、はい、またいい天気の時にね、はい、ちょっとここ遊びに来てみたいね。そうですね。でもこことしては、うん、例えば着物着れたり、そう、あとはなんかホームページを見た感じだと、うん、香りのする袋を作れたり、そうそう、作れたりね。そう、なんかあと縫い物、うん、当時のねなんかそういうのを体験できるっていうのがあってめちゃめちゃやりたかったんですけど、そう、あと手打ちそばとかもあったしね。あ、そうなんや、うん、手打ちそば食べたかったな。ね、だからすごい楽しみにしてたんですけど、まあちょっとね、うん、安全優先という形で今回は諦めます、はい、ちょっとねできるだけ外側から、うん、撮れる分だけは撮ってみたんで、雰囲気だけでも味わってください、はいはい、ではまた、はい、ご一緒しましょう、はい、じゃあ本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねー、またねー。